小雨混じりの朝を迎えた御嶽山のふもと。どうぞ安全に登ってください、はい、お気をつけて気をつけて安全登山を呼びかけるのは啓発活動や山の魅力発信に取り組む御嶽山火山マイスターたちです。この夏メンバーとなった神奈川県綾瀬市在住の里見智秀さん、あの日山頂から生還した一人です。早かったですよね、10年あっという間に10年経ったっていう形ですね。この御嶽山を登る登山者の方に対して、御嶽山は火山だよっていうことだね、やっぱりみんな皆様にお伝えしたい。噴火災害を風化させない、里見さんはそう心に決め基礎に通っています。こちらは噴火当日朝の写真。里見さんは会社の同僚8人と御嶽山を登り始めました。本当に快晴な状態で、御嶽山がモルゲンロートって言ってですね、朝日とともに山が茜色になるんですね。そういうのも見れまして、非常にいい天気でした。紅葉は途中はもう本当に綺麗でした。一番いい時だったという形だったので、後輩に誘われその4年ほど前から登山に親しむようになった里見さん。山頂に近い八丁ダルミに来るまで火山を登っているという認識がなかったといいます。左手に噴気が出てたんですよ。多分シューって落としてたと思うんですけども、その時に初めて、あ、御嶽山は火山なんだというのを僕は認識できたんですよね。山頂の剣ヶ峰に着いたのは午前11時40分ごろ。一人でいた登山者から声をかけられました。失礼ながらちょっと私の中では緑のおじさんって呼んでたんですけども、まあ、緑のおじさんに写真撮ってくれっていうふうに声かけられて、その時の写真がこちら。緑のおじさんとは池田町から来ていた野口泉さん。山頂で互いに写真を撮り合いました。せっかくね、みんなで楽しくここに来たんだから、記念撮影なんだから、そんな硬い顔しないで、もっと笑顔でね、笑顔になんなさいよみたいな、まあ、その写真が噴火1分前だったんで、11時51分に記録されているので。撮影が終わった直後、乾いた大音響のパンっていう音がしたんですよ。運動会とか陸上競技の時に紙火薬って言って、火薬を使ってスターターのピストル、その音に一番近いかなと思ってるんですけども、1分もしないうちにもう一度同じ大音響のパンが聞こえたんですよ。神社の社殿の向こう側に下から湧き上がる噴煙を見たんですね。それを見た時に初めて噴火したと、火砕流だと思ったんですね。でもうここで焼け死ぬと思ったんですよ。もうダメだと思ったんですよ、それを見た時。午前11時52分御嶽山が噴火。噴煙で真っ暗になる中、里見さんは祈祷所のカウンターの下に逃げ込みました。神社の社殿に屋根に落ちてくる噴石、地面に着弾するダンダンダンっていう、まあ、そういう音と、あと神社の床を突き抜けて地面に着弾する振動と音を耳と足裏に感じながら、まあ、そこでとりあえず耐えてましたね。
噴煙や噴石が少し落ち着いた隙に近くの山小屋へ。そこで仲間2人と合流できました。4時間後、里見さんたちは無事下山。しかし仲間5人が亡くなり、1人が行方不明に。そして山頂で写真を撮り合った野口さんも帰らぬ人になったことを後になって知ります。自分はね、無傷で、生きてしまったっていうか、なんていうのかな、なんて表現していいか難しいんですけども、自分は生きられてたの中でね、犠牲になってしまったんで、なんで亡くなっちゃうんだみたいな形でね、非常に残念で悲しかったですね。詳細は、こちらは祈祷所のカウンターの板。里見さんはこの下で噴火に耐えていました。ちょっとこのカウンターのおかげで、僕も助かったのかなっていう。祈祷所の取り壊しの際、地元の人から譲り受け、自宅に保管しています。ストックやリュック、サングラスも火山灰がついたままの状態で残してあります。自分の中ではちょっと忘れられない出来事だったし、記憶に留めておくべきだなっていうのもあるので。生き残った自分にできることは。里見さんは月命日の27日には木曽に通い、慰霊を続けるようになりました。去年、山頂部の規制がようやく解除された時には、発生時刻の11時52分に供養をしました。11時52分だったので、昼ご飯食べれなかったんですよ、全員。なんだかその涙が出てきた、今日は。今はちょっと泣きそう。嬉しさ半分、悲しさ半分。ようやくあの日と同じ道が通ってここに来れたっていう、やっぱ嬉しさと、亡くなった犠牲の人が多かったんで、その寂しさなのかな。去年まで顔や名前を出さないことを条件に取材に応じてきた里見さん。それが今年から変わりました。安全登山を啓発する御嶽山火山マイスターになったのです。7月、初めての啓発活動もしました。ヘルメットは個人じゃもうなかなかその風化も止められないし、あまり力になれないなと感じてきたので、顔も実名も伏せて行動してきましたけども、そこはちょっとオープンにすることによって、よりマスメディアさんの方で取り上げていただいて、犠牲者と行方不明者が出てしまっているっていう事実をですね、今一度思い返していただいて、風化の抑制になればな。黙祷。追悼式典に参加した里見さん、命日の今日も剣ヶ峰へ行くつもりでしたが、天候が悪く断念しました。視界が悪い日の登山は噴煙に気づけない可能性もあるため、進めないことにしています。仲間を失い、木曽に通い、たどり着いた火山マイスターという答え。これからも里見さんは登山者の啓発に力を入れる考えです。年々風化してるなっていうふうに非常に感じてます。そこが一番大きいですね。10年目っていう節目節目って言いますけども、私にとっては別にその通過点であって、被災者の一人として、無傷生還した一人としてですね、今後はこのような火山噴火があった時に、犠牲者が出ないようにですね、
活動をしていきたいなと思っております。